ハディース発音はイスラム教の預言者、ムハンマドの原稿6。クルアーンがムハンマドへの啓示という形で天使を通して神が語った言葉とされるのに対して、ハディースはムハンマド自身が日常生活の中で語った言葉や、その行動についての証言をまとめたものである。クルアーンが第一聖典であり、ハディースが第二聖典とされる。ただし、 ハディースの一部はクルアーンよりも優先されると考えられる時がある。クルアーンと異なり、一冊の本にまとまっているような類のものではない。伝えられる原稿一つ一つがハディースである。また、ハディースの内容は預言者ムハンマドや教友たちなどの日常生活や信仰に関わる様々なことについて体験したことを述べられており、礼拝方法から要弁の所作。 戦争に至るまでムスリムの信仰生活について、広範な規範、遵守すべき観光を提示している。このため、ハディースはイスラーム法上、クルアーンと並ぶ重要な方言として位置づけられている。スンナ・ハヤシア派、さらにイスラーム法学派ごとに採用される、ハディース、よびハディース修正書に違いがある。9世紀頃、アッバース・朝では、ブハーリーや、 イブンハンバールなど有名なハディース学者、法学者たちによって様々な形式のハディース、修正書が多数編纂された。なお、ハディース批判はイスラム教の歴史において最も初期の段階から活発であったが、ハディースの正当性や権威を否定する動きとしてはクルアーン主義という思想も存在する。ハディースは個々の伝承についての内容である。 本文とそれに付随して伝承者たちの名前を列記した伝承経路の二つの部分から成り立っている。すなわち、ムハンマドが〇〇と言った、と A が言った、と B が言った、と C が言った、と D が言った,と,言ったという形で伝えられる。この内すべてがハディースとなる。情報が常に出典付きで伝えられることとなるため、その信頼性が吟味しやすい。当然、 同じ内容で違う経路を持つハディースが存在することとなるが、これが信頼性の面で大きな意味を持つ。この研究を行うハディース学は実証主義的な歴史学の源流の一つとも言われる。ハディース学上、ハディースの種類については、その信憑性によって、サヒーフ、ハサン、ダイーフの三つのグループに対別される。特にハディース学者によって、 神聖のものと判別されたハディースは神聖宗として編纂された。スンナ派では、ブハーリーとムスリムイブンハッチャージュの神聖宗が最も権威の高いハディース修正として、その神聖がムスリム共同体内部で合意を得てきた。また、ハディースの役割として、支配地域の宗教や信仰の内容を取り入れるという側面もあった。これは、アラブ征服時代などで、 イスラーム政権の支配に下った地域において、異教徒の回収の過程について、間接的に知る手がかりとなると考えられている。例えば、マタイ福音書書集のイエスによるブドウ園の例え話とそっくりの内容をムハンマドが説教している箇所がハディースにはある。また、イエスの十字架上の言葉であるという言葉もハディースで登場する。これは、モーセの言葉として紹介され、 さらにその姿がムハンマドと重なって見えるという内容である。アルブハーリー、新聖宗廃教者と反抗者に悔い改めを求めること、及び彼らと戦うこと後の位置には次のようにある。特に、ハディースの信憑性を判断する等級のうち、大イフ以下の偽ハディースの類がルフされる場合、その土地ごとに見られる政治的宗教的問題を、 預言者などのハディースに固くして正当化したりあるいは反発したりしている面が現在の歴史学や社会学方面のハディース研究で指摘されており近年これらの偽ハディースの思想的社会的影響についても注目されるようになってきているハディースは一つ一つが非常に長いしかも様式を見ればわかる通り原則苦伝であったため優秀なシと裏間 研究者となるためには、高い暗記力が要求された。このため、イスラーム圏において暗記力が尊ばれる一員となっている。サヒーフムスリム、日本語訳サヒーフワルブハーリー日本語訳。ありがとうございます。